そう。あ、結構エアコンが効いていい感じですね。そこの方が涼しい。ありがとうございます。あ、どうぞ、あの、皆さん。あ、カレー一つ。いろいろ、ね、召し上がってください。ね。今日は、あの、サウンドクロス、イン、大田原ということで、私の時間1時半からなんですが、はい、ちょっと30分だけ申し訳ないですけど、いいですよ。サウンドエロス大田原って短い間ですけど、お付き合いいただけたらと思います。イエーイイエーイありがとう。仲いいな。なんかね、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。真中くんでした。お疲れ様でした。真中でした、ね、というわけで、じゃあ早速ね、行きたいと思います。これね、あの譜面台がちょっとパカっていくかもしれないんで、その時は誰かフォローしてください。じゃあ、行きますね。イエイ。あ、お疲れ様。カモさんに行きます。
始まりという曲を歌いまして、これね、次の曲に行きたいと思いますよ。はい。これね、譜面台がね、ちょっとね、今いい感じでガクッときましたよ。ガクすぎて。本当はね、続けて2曲目に行きたかったんだけれども。はいし。Thank you.
違っちゃったですね、わがままな君と欲張りな僕の休日っていう、ちょっと長いタイトルなんですけど、90年代のなんかビーズとかワンズとかなんかそういう系の曲のタイトルの長さを競ってた時代を、思い返して、今を生きてる僕です。大島雅弘と申します。改めましてよろしくお願いします。ということで、次の曲にまた行きたいと思いますけど、次歌う曲はですね、お待たせいたしました。この曲をご存知の方もいらっしゃるんじゃないですかね。第何会場？あ、また第3会場で、スタッフでか、スタッフと出演者として今日はね、参加されている次郎さんの方がいるんですけども、次郎さんの曲をちょっとリスペクトしている曲が1曲ありまして、その曲をちょっとやりたいと思います。なんか笑いが生まれたけど、うなぎ弁当という曲なんですけど、いいと思います。Thank you.
が変なシールが変なシールがこぼれた。ぜひよかったら、ね、聞いてみてください。今日もなんか第3会場で1番目に出演されて、やってましたで今日やらないのかなと思って、なんかグループで今日は参加されてたんで、あ、今日はやらないのかなと思ったら、もうなんか最後の最後にやってくれまして、思わずね、見入っちゃいましたけど、すごいかっこよかったですね。なんか4人ぐらい演奏してて、で私もそれに謝って、今日はちょっと一人でなんか4人ぐらいのうなぎをニョロニョロっていう感じで、私のうなぎもニョロニョロっていう感じなんですけど、楽しいあたりでは昼間から下ネタ言っても OK なんで、まあ昼間からあれなんですけども、まあうなぎだけにニョロニョロって感じでやってますけど、ニョロニョロペロペロってしてパクパクってしてるのはやっぱり気持ちがいいもので、次の曲にしたいと思います。あんま関係ないですね、これね、次の曲につながる。飛行機の雲
Bye.
最高。キュウイチありがとう。聞いてた？うなぎ弁当良かったよ。マジでありがとうございます。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 次のですね、君島大輔さんの準備が始まるので、もう少々お待ちください。俺だけど。ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。Preparation for Kimishima Daisuke's return to the story.